今日はね、ちょっとこのミレーのサスペン NX30+5、 こちらのね2023年モデルを購入したので、そちらについてちょっとねお話ししたいなと思います。今回ね、ちょっとグレゴリーから買い替えっていうことです。こちらのね、右の下にあるね、グレゴリーのズール30ってやつをね、今まで使ってたんですけど、使用したね、期間は3年間で、もともと中古で買ったんで、もうちょっといつのモデルかちょっとわからず、おそらく2019年か2018年モデルかなと思うんです。特にね、不満もなかったんですけど、そろそろね、新しいの欲しいなって思ったんで、ちょっといろいろ調べてたんですけど、もちろんね、このズールがすごく良かったんで、またね、ちょっとズールにしようかなと思って見てはいたんですけど、こちらがね、今の新しいモデルのね、ズールですね。まあ、色がグリーンと、紺と、ブラック。ちょっとね、柄的にはちょっと落ち着いた感じですかね、一色なんで、で黒は黒、青は青、この前に使ってたみたいなこういう赤いね、ちょっとしたポイントがあるとかそういうのはないんですね。ちょっとシンプルな感じになっちゃったのはちょっと残念かなと思います。まあ、こういうのもね、ちょっと見てたんですけど、まあいろいろ見てるとですね、ちょっとこちらがね、たまたま目について、で、いろいろね、やっぱ調べていくとね、ちょっとここのザックのね、魅力に惹かれてしまってですね、こちらがすごく興味が湧いたっていうところです。まあ気になったところはね、ちょっといくつかあるんですけれども、まずね、一つ目はね、この撥水性能ですね。これ、結構強力じゃないですか？で、耐水圧がね、1500mm 以上ということですね。一般的なね、テントと大体ね、同じぐらいな耐水圧を持ってると思います。で、よくみんなが使っているモンベルのね、ステラリッチ、こちらのね、耐水圧は1000ミリなんで、まあそれをね、上回る撥水性能をね、このリュックは持っています。突然ね、雨が降ってきたりとか、降ったり止んだり、ね、ウェア関係は結構撥水効いてるものを着てたりすると、あ、じゃあザックカバーかけようかなとか、結構悩む時がね、あるかなと思うんですけど、まあそういう不安もちょっといらずに、まあ、ちょっとした雨だったら全然問題なくね、このまんまいけちゃうかななんて思ってます。まあ、一応ですね、レインカバーは、それでもね、付属はしてるんで、こんな感じのね、結構派手めなレインカバーがね、付属してます。二つ目のね、気になったところは、このウエストベルトの左側だけなんですけど、広げるとですね、収納が倍になって、山と高原地図、これがすっぽり入るぐらいなね、大きさになります。これもね、ちょっといろいろ使えそうなんで、結構気に入ったポイントですね。三つ目のね、気になったところはですね、この、なんといってもこのゴールド。この色がね、結構魅力的でしたね。色はですね、全部で5種類あって、ゴールドと、あとは紺、赤と、黒、あとね、茶色の5色展開になってます。まあ、どれもね、ちょっといい、気になる色ばっかりですね。この紺もね、結構いい色してるし、まあね、この赤とかもね、結構ね、魅力的ですね。サイズは M と L サイズがあって、M サイズの背面長が48センチ。で、L サイズが51センチになってます。
それではね、ちょっと実際にね、ちょっと物を触ってみてね、検証してみたいなと思います。はい、おはようございます。今日はね、このミレーのサスペネクスト30プラス5っていうのね、2023年モデル、こちらね買ってみました。でね、ちょっと早速いろんなものも入れてみたんで、どんな感じでね使えるかっていうのをね、ちょっと紹介したいなと思います。色がね結構いい色してると思うんですよ。今回このゴールドっていうやつをね買ったんですけど、結構いい色だよね。外で見るともうちょっと派手なのかな。いいね、こんな感じ。ショルダーベルトもね結構厚みがあっていいと思います。でこちらは日記室になってて、下がねこんな感じで開くようになってます。大型のねザックとかはこんな形ですよね。で今入っているのが雨具、これも雨具、ゲイターと、これがレインのズボン、あとはレジャーシートですね。こちらをこんな感じで入れることができます。上はね、こう雨蓋式になってます。ここのベルトを伸ばします。そうするとですね、こう伸ばしてこんな感じでね、結構な量が確保することができます。ここにヘルメットもね、ちょっと入るかなと思って、ちょっと今一回入れてみますね。全然余裕で入っちゃいますね。ヘルメットも収納できちゃいます。ちょっと固定の仕方はね、ちょっと考えないとならないですけど、入りますね。収納としてはここの、右側に大きいねポケットがついてます。こちらはこんな感じでペットボトルだね、ペットボトルも入れることができます。左側のポケットは結構小さいので、ジュースをねちょっと入る深さがないんですよ。これぐらいしか入らないので、モバイルバッテリーとかそういうのがいいかなと思います。あと行動食とかね、そういうのも入れてもいいかなと思います。あとはここにね、隠しポケットみたいな感じで、ちょっとあんまり大きくはないんですけど、縦長のねスペースがあって、ここにはこんな感じでね、折りたたみ傘が入るぐらいなスペースがここにあります。ここからここぐらいまでの間、これぐらいの幅でね収納があります。でウエストベルトについてるこのポケットが、片方だけは左側なんですけど、こん
な感じでね伸ばせるんで、これが結構気に入ったところですね。これ大きさ的にはこういうね地図がそのまますっぽり入っちゃうぐらいのね大きさあります。これもまだね余裕があるんで、まあ、地図だったら4冊ぐらい入りそうな、それぐらいね大きさあります。まあ、使わないときはねこんな感じで半分に折りたたんで普通のサイズですね、これぐらいのサイズにすることができます。右側はね普通のサイズなんでこれは伸ばすことはできないんですけど、ちょっとこれよくわかんないんですよね。これなんで外せるんだろう、ちょっとわかんないんですね。このこれ外せる意味がちょっとよくわかんないです。ここにはスマートフォンがねすっぽり入れられる大きさがあります。これ iPhone13 です。でショルダーにもポケットがついてて、ここにドリンクとか携帯とかをこんな感じで携帯入れたり、ちょっとそんなにこれ大きくないんで、このアクエリアスがギリギリ入るサイズかなっていうぐらいの大きさしかないんで、ちょっと大きめな麦茶とかそういうのは入らなそうですね。こんな感じです。でこれはもう折りたたんだりしまったりすることができません。あ、収納はねこんな感じですかね。結構いい感じですね。ここにはねレインカバーが入ってます。ポケタブルなんですけど、視認性のね高い蛍光イエローのレインカバーがついてます。でポケタブルちょっと苦手なんですよね。こうまくしまえる人っていますかね。ちょっといつもそういうのって悩んじゃって、こんな感じで入ります。まあ、フックもねついてるんで落下防止になるかなと思います。収納はあとこことあと上と、あとはこの雨ぶたの中にここについてるって感じですね。でここにはこんな感じでね、キーホルダーとかを留めとくフックがついてます。で、中はね、無機質になってて、最初に紹介したんですけど、下側、ここの辺りにですね、仕切りがついてて、まあ、それは伸ばしたり、ここで無機質に分けたりっていうので、使い分けることができます。もうね中にちょっといろいろ入っちゃってるんですけど、こんな感じで筒状にねなってます。よいしょ。もちろんねハイドレーションを入れるポケットもついてて、このホースもねここからで、ちょっとねこういう
ベルト類がちょっとガチャガチャするのが好きじゃないですね。ちょっとジャラ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 するのはちょっと好きじゃないな。なんですけどこのベルトちょっといいところがあって、これを締めるとこうギュギュッとバッグがね、あの小さくなるんですけど、このベルトが、このベルトを外してここにね、和感とかあとは衣類なんかをね、ここに引っ掛けることができるっていうベルトになってます。ちょっと一回やってみましょう。これね、こういうジャケット、まあ、脱いじゃって中にね、しまうにはちょっともう場所がないっていう時はこんな感じで、これ便利。どうしてもね、上着ってあ中に入らないとかそういうこともねあると思うんですけど、あとは結構ね着たり脱いだり激しい時なんかこんな感じで、あと濡れたレインとかね中に入れたくないって時はこんなやり方もねあるかなと思います。実際にね使ってみて使い心地がねどうかっていうのはね、また後で評価したいなと思います。